中国では最近爆発事故が相次いでいますが多くが謎に包まれたままです22日に山東省鎮倒しで発生した石油パイプラインの爆発事故もその一つです事故の原因及び事故前後に多くの疑問点が存在するだけでなく メディアもコロコロ態度を変えていますまた習近平国家主席の現場視察といった異例な行動も世論の憶測を呼んでいます権威確立のためなのかそれとも習栄光の石油罰を潰すためなのか報道をご覧ください中国政府系メディアは25日午後4時中国石油加工集団行使の石油パイプ爆発事故によって 55 145人人人ががが死亡し、し9人が行方不明、14 5人が負傷したと伝えています新倒市江東区政府の公式ミニブログによると警察当局は25日夜中国石油加工集団の関係者7人と地元の経済開発区関係者2人を拘束したと発表しかし9人の名前と身分には言及していません 中国共産党の慣例を破り、今回習近平主席自らチン大学附属病院高等分院を訪れ負傷者を慰問。このことは外界の注目を集めています。中国呢可以说是一个这个事故频发的国家，死亡人数几十上百的各种灾难哈，在中国一年也有好多起。但是呢，我们看到中共的这个高层领导人哈，几乎很少到这个灾难现场。汶川那么大的地震，也不过就是总理温家宝到了。 政府系メディアは、習主席は24日、青島に視察に向かった際、今回の事故に対し、調査を急ぎ、法に基づいて関係者の責任を追及するよう強調したと伝えています。翌25日、事故調査チームのリーダーを務める国家安全監督局の 楊領局長は事故を深刻な責任事故と断定しました26日北京青年法も中国石油加工と地元政府には大きな責任があり必ず公開透明な方法で事故を処理し関連企業と地元政府の指導責任を厳しく追及するとの厳しい論調の社説を掲載しています習主席の異例な被災地視察 政府系メディア及び官僚の厳しい態度は世論のさまざまな憶測を呼んでいます香港民法は李克強首相の代わりに習近平主席が視察したのはこれを機に権威を確立しこの重大事故を石油罰に打撃を与えるための新たな切り口にする可能性があると見ていますアメリカのコラムニストコユーさんは24日ミニブログにこのようにコメントしています 中国石油加工がチンタオで大爆発を起こしたのは石油政治大爆発の前奏である。数十の命が虎の供え物になった。この書き込みはその後すぐ削除されましたが石油政治ストームが間もなく到来するとの見方はネット上で迅速に広がっています。このほか、山中全開前後中国各地では爆発事件が相次ぎ 天安門広場での車突入事件、参西省共産党委員会ビル前での爆発事件を含めて、多くの疑惑が未だに解明されていません。時事評論家の林さんは、太貸の爆発事件を含む一連の爆発事件は、いずれも敏感な時期、または敏感な場所で発生しており、その内幕は一般人の想像をはるかに超えるものかもしれないと述べます。 总之呢，习近平哈快速的赶到事故现场，绝非表面上看上去那么简单。三中全会哈对于国企改改革呢提出了一些说法，说白了就是要在这个石油啊、电信等这些江派势力掌控的这个垄断企业动刀，重新分配利益，这些都让这个江泽民呢、朱永康这些人呢又怕又恨，全都呢也必然进一步升级。很多哈在我们看来的突发事件的背后的水呢有多深，只有中共内部的人才清楚。中国国内媒体人，有的。 鎮太郎の爆発事件後も、中国各地では事故が続いています。例えば24日、河奥省京大市で工事中にガス管が破損。25日、石膏省温州市でガス漏れ事故が2件発生。うち1件はガス管が爆発し、3人が負傷しました。中国は一体どうなってしまったのかとネットユーザーらが嘆いています。